はい、皆さんどうもやってまいりました、モリチンでございます。どうもこんにちは。ということで今回は第2回、MHFZ の動画第2回ということで、今僕の、ね、見た目、これ見た目なんですけれども、外装装備に外装変更した装備になっております。昨日と同じ、大体同じぐらいの同じ感じのスキル構成でなんですけれども、こちらなんかこの装備の横にね、あのこうなんか手みたいなマークがねついてるんですけど、これが外装変更後のマークになっております。でですね、僕はあのプレミアムエディションを買いまして、それのエボルの見た目、どっかで見れたりしないのかな、見た目でエボルのやつに変えてます。エボルの赤のやつですね。剣士ガンナーどちらもなんか変わらないみたいな、なんか どっちも使えるみたいならしいので、外装はそこはすごく評価できるかなというふうに思います。でですね、まあ外装はいいとして、今回挑むクエストはですね、エスピナスです。星1のエスピナスに行こうと思っております。天守のやつですね。今僕はあのこいつの片手剣が欲しくてですね、まああと小物素材爪だったかな、なんかそれが翼のなんか爪うんぬんわかんない、それあたりが、3つぐらい必要なので、まあとにかくちょっと頑張ってやっていこうと思います。そして武器種はランスです。ランスの5区の方がすごい使いやすくなってるのでね、まあやっていこうと思います。では行きます。いやね、あのね、ランスの5区の方で昨日の夜やったんですけど、昨日の夜やった時ちょっととりあえずテストと思って一人で行ってきた、ぼっちパーティーでやってきたんですけど、それはまあ良かったかなと、まあ良かったかな。でこれでほらクエストにね行ってるんだけど、この見た目が違うんですよ。これなんですよ、はいこれなんですよ、このまんまなんですよ。いやいいよねこれね、めちゃめちゃいいわ。ということでやっていこうと思います。まずはあの何、エボルのまま、まあいけるからすげえいいんだけど、まずは寝てるので、丸薬とかいろいろ飲んでね、しっかりとねカバーしながらガードしていきますよ。ガードでがこいつも行くよ、せーの、はい。でこれで突きながらね、このねゴーでダー飛ばれ飛ぶ開幕で飛ぶんだよな、だいたい開幕で飛んじゃう。だやべえ、早速毒になった。こいつの毒がマジで半端ねえんだよ。今回プーギに回復薬と、あとは歌も聞いてきてます。源は飲んでおりません。一応大丈夫かなと思うので、あでこれで毒を取ったらこれを飲まなきゃいけない。これ飲むのは結構早くいけるから、ここら辺は大丈夫かなと。よいしょ、結構難しいんだよな。でもスン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 、はい、よいしょ、いけるかな。わあくそ、このね、まあでもなかなかまだね難しくてね、ほっ、よいしょ、この多分ね月はかなりね強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。ほっ、これがかなりね多分強いと思うんだよね。どうなんだろうね、このダメージに関してはまだわからないからどうなのかね、いまいちわからないんですけど、ちょっと転移武器ではないので、あの転移の部位に関してはあまり攻撃しないで、普通に、なんだ、普通についていこうと思います。つきやすいところついていこうと思います。ほっ、よいしょ、さあちょっとねランスあまり慣れてない。いやでもまあ秘伝作ってんだから慣れとけって話なんだけど、どこにある、どこに毒のやつ、どっかない、あれ毒のやつ毒なくない、どっかある、え見当たんねえんだけど、毒のやつどこだ、毒なくないっすか、ちょっと待って、毒なくない、出た、やっぱひるむと落とすんだ。なんかねこの毒のやつはね、ひるむと落とすとか聞いてマジかよって思ったんだけど、これでなんとかギリギリ間に合ったぜ。よっしゃ、あぶねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、ギリギリ間に合った、死なずに済んだぜ。よし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 、今回は、弾力おまけ刹那を持ってきてます。刹那できるか分かんないけど、ちょっと決めてみたいと思って、よいしょ、まあ、基本回避ですけどね僕はね、あだー、基本回避なんだけど、まあ、刹那も決められたらいいなーっていうふうに思いますので、一応そんな感じで持ってきてみました。いいね、麻痺いいよ、よっしゃよっしゃ、
せーの、一応ね、これ難しいな、いやー、いいねいいねいいね、よっしゃ、ほっ、これのね離脱がねかっこいいんだよな、マジで。これで離脱するのがね、一撃離脱がね、マジでね結構いいダメージ出てるとは思うんだけどね。あー避けたのに、まあでも攻撃回収できたからいいだろう。今回は多分3オツとかも、オツったりとかは多分しないと思う、ほとんど。とりあえずこれは回収しておこうか、よいしょ、とりあえず回収して、出た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 、おお怖え怖え怖え、まあ、これもバラバラ、まあ、代償はもうきついんじゃないかな、おそらく代償で行くのはおすすめしないですね、どの転移モンスターも。よいしょよいしょ、どうだ今の、よっしゃ気持ちいい、今のよ、今のがやりたくてやってんだよ今のがしたくてランス使ってるまである、よいしょ、えいよいしょ、あらやべ、毒になっちまった、でも大丈夫、ほっ、あら飛ぶのね、よし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 、大丈夫大丈夫大丈夫、とりあえず毒解除して逃げるか、逃げるね、よし、ペイント当ててくれてる、やーサンキューだぜ。でこいつ逃げるときは上の何番だっけ忘れたけど、上に行くので、何番だっけあそこ、6だっけ、あれ分かんない覚えてないやとりあえず上に行きましょうか、ここでヒギ使っておくか、ヒギの前にこっちかな、ちょっとやばい時にヒギ使おうかな、おお危ねえ危ねえ危ねえ、なんかブンブンしてた、よいしょ、これで距離詰めるのいいかもな、これね、はい、よっしゃ、エンデネの来た、やばい時セーフ、危ねえ危ねえ、これ毒かかっちゃうかな毒かかったわ毒なったわ、待って、毒なくない、毒持ってないわ、ひるんでくれ、頼むからひるんでくれ、だー飛ぶー、毒の抗毒薬出して、抗毒薬出してくれー、毒ー持ってないんだ、打ち消しじゃダメだもんねこれね、おそらく打ち消しでできんのかな、無理だよね、そうだよね、うわ死ぬ死ぬ死ぬ、再燃があるからまだいいけど、あー再燃発動した、オッケー、よし出た出た出た、もうとにかくまずはこれを取ることだ、まずはこれを取らせてくれ、よし取れた、よっしゃ、オッケー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 、とりあえずこれで一定時間ね、これ毒効かなくなるんで、一定時間効かなくなるのはいいねマジで、よし、さあ、あーいいなー、このね一撃離脱型のねランスいいと思う、これほんとランスは化けたぜ、めっちゃ使いやすくなったよほんと、まあちょっと使う人が下手くそだとこうやって外しちゃうけどあれ今の当たんないの、びっくりした、絶対当たると思ったのに今の当たんねえのか、びっくりした、あーいやー毒ー、また毒かよ、あービリった、やばいやばい、これはまずい、くっ、わーめっちゃ毒が半端ない、とりあえず回復だとりあえず回復だとりあえず回復だ、よしよしよし、これでひるませれば毒出てくるから、うわー飛ぶー、なあこいつ、これでひるませれば、よし来た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 、サンキュー、やるやるラストやる、やったやるね、いいねいいね、僕のために出してくれたんだろ、分かってるさ、これで、あいで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 、死んじゃう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 、毒毒毒、よしオッケー、よしよしよし、まあとりあえず1個ねストックしておくのがベストだよな、ほんとな、ほっ、やーくそ遅れた、くーサンキュー、おい、今日はねランスがフィーチャーなんですよ、ちなみにランスがフィーチャーなので、かなりなんだろうな、ガードしたら反射が出るのでガードするのもおすすめ
ですね。ちょっと僕は今ガード全然しないですが。よいしょ、いいね。こんな感じで常に反射が全部出るのでいいですよ。おー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 おお、これ拾おうか。これあ、2個あるね。とりあえず回避。ランスは本当にね、このね、前転回避が出たことによってもう本当にもう変わりましたよ。世界が変わったかまである、世界変わったまである。とりあえず今攻撃しちゃおうか。血気が出ねえな、この状態だとな。回復しようか。よし、あだー、キランキランしまくりだね。やばいか。あ、よしよしよし。でも吸血入ってるんで少しずつ回復してくれるんだけど、なかなかね、なかなか回復してくれない。よしよしよし、いいぞ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 、よしよしよし、ほらよっと、よいしょ。欲しいけどその前にまずは殴りで、よいしょ、ほっ、これで距離を調整して、ほいかー、今の当たるか。くっそ、でも毒は食らねえから。よし、アイテムの効果効いてる間はね、全然食らっても大丈夫だから、ほらよ、ほっほっほっ。危ない危ない。よしよし、毒なやつ、あれ毒なやつなくなってる。なに、くっそ、毒なやつなくなっちゃったら、おりゃ、よっしゃ、今のどうよ。だー、くそ、今あれか、なんか動きがリセットされて、オッケー。あー、毒かかった、くっそ、毒かかっちまった。なんとかして出さないと、ひるませないと。うわーおわ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 お、よいしょよいしょ、いやー、よし、なんとかなんとか、でもなんとかなってる、なんとか回復してくれてっからなんとかなってる。なんとか回復が間に合ってる、回復間に合うとなんとかなるな。これでも血気が発動しないのがね、ちょっとね、今ね厳しいね。ちょっとね、どんどん距離取れちゃうからね、と距離離れていっちゃうから、あた、やべえ、うわー、マジかよこいつ。さあ、こっちに降りてきたっぽいけど、ここに降りるのか。あ、ここ降りるんだね。ここで、あ、回避したかったのに。あ、マジか、いきなり毒、いきなりですか、いきなりかよ。よいしょ、うわお、どうするこれ、回復間に合うか、なんとかして出さないと。よし、サンキュープーギーかー、やばい、これはまず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 いぞ、これはまずいぞ。弱ってる。よし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 、弱ってる。前にやえ、回復、毒落とさない、全然毒落とさない、どうしよう。で、多分横に、そうだな、横行くもんな、そうだよな、7番行くから。うわー、プーギーやべえ、プーギーめっちゃ飲んでくれるわ、半端ねえ。毒落としてくれ、毒、高毒薬落として、足りないから、全然足りないから、頼む。倒すのが先か、やつが死ぬのが先か、僕が死ぬのが先か、頂上決戦だな。ほらほらほら、よし、落とした落とした、やらん、もうやってやるぜ、よいしょ、やらん、もう見切ったぜこの野郎。うわあ、危ねえ、怖え、いけるか、うわーうわーうわーうわわ、ちょっと待って、ちょっと、いやー、帰ってきたぜ、やってやる。寝るんだこいつ、寝るんだ、マジかよ、こいつも寝るのな。じゃあこれはあれだな、これで決めちゃおうかな、せーの、どら、よし、来た、ヒギが、ヒギでいけるか、ヒギいけちゃうか、よっしゃ、やってやるぜ、絶対決めてやる、これに合わせようか、やってやるぜ、ほら、死ね、
ってるよ。よしよしよし、なんか微妙な感じになったけど、よしこれで肉質なんかよっしゃー、オッケー、なんとかなったぜ。ふー、危ねー危ねー危ねー、よしよしよし、トゲトゲトゲ、いいねトゲいいね、よしよし、オッケー、こんな感じですね。スピナス天使はこんな感じ、とりあえず200のやつ、星1ですね、星1のやつはこんな感じでございます。本当に天守ね大変なのでね、源飲んでやるのがベストだけど、まあこの辺は玉ひね持ってたら多分いけるとは思うんですけど、歌とプーギー、プーギーめっちゃ良かったね、やっぱね、プーギーにやっぱり回復薬持たせるのすごくいいと思いますのでね、皆さんやってみてください。いいねいいねいいね、乗った乗った乗った、よしこれで多分ね武器が作れると思います。ありがとうございました。はい、いやこんな感じでございますよ。一応何分だったか見ようか。21ってことは結構かかったな。あれ15分し回ってたかな、どうだろう。昨日の夜はとりあえず12分で倒したんだけどちょっと時間かかっちゃいましたね。はい、ということでありがとうございました。まあね、次回もね、次回は別のもの、多分フルフルか、あ、ヒプノックかな、ヒプノックに多分別のまた武器種でいってかなと思いますので、まあ、その時はよろしくお願いします。ワンチャン片手かもしれませんが、はい、よろしくお願いします。それじゃあまた、次の動画でお会いしましょう。配信でお会いしましょう。バイバイ、グッドバイ。